星野幸三だ。パープルシャドウで実力を試したいってのは君のことか。なかなかいい顔してるじゃないか。気に入ったよ。久しぶりに楽しい夜になるんじゃないか、ゴジャ。一刻も早く走り出したい気分だよ。さて、始めるとするか。右足がうずくよ。こんな楽しい夜は久しぶりだ。まだ若いんだからさ、そこまでクレバーにならなくてもいいんじゃないかと俺は言いたい。こっちが先行で行かせてもらう。この年になってもやっぱり車はやめらんねえな。いい感じだ、イキ。なかなか面白い展開じゃねえかよ。R34を舐めてもらっちゃ困るよ。しゃがり気になっても追いつけねえ。スタミナではこっちに分が悪いな。もう若いやつのスピードにはかなわないか。ダメなのか。えげつねえったらありゃしに。マジかよ。この俺をここまで引き離すとはな。大したもんだぜ。歓迎させてもらおう。教えることなんて特にないが、何かを学んでいくといいさ。今日の交流戦は君に走ってもらうよ。相手もわざわざ出張ってきてくれたんだ。こちらもベストを尽くすのが礼儀ってもんだろう。今までたっぷりと見せてもらっているからな。車の戦闘力、ドライバーの実力も全てお見通しなんだ。
一瞬で終わらせてやるぜ。俺が負けた最大の理由は油断だからな。最後まで本気でやらせてもらう。何か引っかかるな。やけにあっさりすぎる。それほどちょろい相手じゃないはずだ。大したことはない。の走りにいつまでもついてこれるわけがない。本当の速さってやつを徹底的に見せつけてやらないとな。ちょっと前に出れたぐらいで勝てると思ったら大間違いだ。調子に乗っていられるのも今のうちだぜ。そこらの走り屋よりはやるようだ。それにしても精神力の強いやつだ。いくらプレッシャーをかけても手応えがない。なんてことだ。ひょっとすると俺は取り返しのつかないヘマをやっちまったかもしれねえな。ちぎられてたまるかよ。改めて実力を思い知らされたぜ。俺がブレーキングで負けてるってのか。シャレになんねえぜ。王道塾のレベルを超えてるってのか。どういうことだ。こいつの限界スピードは見切っているはずなのに。俺が出るのも悪くないんだが、ここは若いやつに譲るよ。この交流戦にふさわしいバトルになると思うぜ。気張って走ってこい。今はパープルで技術を磨いてるってわけ。お前らしいな。一体何を学んだのか、きちっと走りで証明してもらうぜ。
こうして後ろから見ていればお前の走りが手に取るように分かる。今はまだ本気になる必要はないぞ。まだ焦る必要は全くない。期待を裏切るようなヘボな走りなら打ち抜いて終わらせてしまえばいい。思ったよりはやってくれるぜ。ブレーキングがうまい。地味だが最も難しい技術だ。こいつはかなりできるやつだ。人間離れした反射神経だな。調子なら思ってたよりはやるかもしれないね。こんなはずは、くそ。なんてクレイジーなやつだ。常識外れのドライバーだな。東道塾仕込みの走りが全く通用しないってのか。トラップの仕掛けようがないぜ。早い。何もさせてもらえないとはな。今の君と互角に渡り合えるほどのドライバーはそういるもんじゃないよ。だが君ならばさらに上を目指していけるはずだ。うん、任せたぜジョーちゃん。これから一本だけ見せよう。レコードラインアタックというやつをな。じゃあ始めようか。ベストを尽くして相手をさせてもらう。理想的なグリップ配分ができてこそ無駄のない車の走らせ方が完成するんだ。ドライビングは物理だからな。タイヤさえ使い切ればどんなラインでも大してタイムに差は出ない。あくまでもスマートにやらせてもらう。年相応にな。
力が悪い。できれば長期戦は避けたいけど。突出した才能であること疑う余地がない。だがまだ甘い。やるじゃないか。少し侮っていたようだ。思った以上にうまいな。連続 S 字の8つ目から9つ目、微妙にリズムは変わるポイントがある。さらにその一つ手前、そこだ。ここまでも連れ込むとは考えていなかった。まずいな。このコースで俺が苦戦するなんてな。最後はきっちりと勝たせてもらう予定だったんだが、まさか届かないとはな。ここに来て相手のツッコミのスピードがどんどん上がっている。ゴールが近くなってきたな。なんてことだ。ギリギリで届かない。このバトルで何かを見つけてくれればそれで満足だよ。我々の出会いに意義があったということだからな。一刻も早く走り出したい気分だ。パープルシャドウにもメンツがあるからな。若いもんには負けねえぞ。中年のテクニックを見せつけてやる。やれやれ、やっと出番か。もう一人の神様とやらは俺が止める。星野幸三だ。高橋圭介です。3、2、1、ゴー。こっちはターボ使いの神髄を見せてやるだけだ。こっちも戦闘力上げてきてるから自信満々だったけど甘かったな。生意気なやつだぜ。兄貴どうすっかな。なろう。
ディはいい感じだ。全身全霊をかけて右足の動きに集中しないとな。こっちに行くと見せかけてフルブレーキングしながらラインをクロスしやがった。絶対逃がさねえぞ。どんな相手でも怖くねえぜ。ガンガンコーナーで勝負かけてやる。焦るな、カッカするな、とにかくクールになれ。同じポイントで開けても向こうはスムーズに行くのに、こっちは無駄なスライドが出る。わっしゃ、見せてやるぜ、高橋涼介直伝の本物の最速理論を。くそ、ふざけんな。どうした？その程度かよ、ロータリーロケットの実力なんてよ。